次はパネル展示の話題です。中野区役所1階ロビーで今日と明日の2日間消費生活展2015が開かれています。この展示は区内の消費者グループの日頃の活動や研究成果を発表しようと毎年この時期に開かれているもので、今年で34回目を数えます。テーマは食と環境、そして暮らしの3つです。会場では食品添加物を知って安心な食生活を送る方法や、循環型社会と自然エネルギーの進め、住まいの安全な環境づくりなど日常生活に役立つさまざまな情報がパネルで紹介されています。また今年は行動しよう、消費者が主役をサブテーマに設定、考えて行動に移すためのヒントも紹介されています。そして会場では去年に続き今年も段ボールコンポストの進めや住まいの安心講座など生活に役立つミニ講座を開催しています。こちらの講座では区内でエコ活動をしている団体中野コンポスト連絡会の皆さんが段ボールを使って生ごみから堆肥を作る方法を紹介し、参加者の関心を集めていました。そのほか消費生活展実行委員会手作りのエコたわしがプレゼントされるクイズラリーも行われています。消費生活展2015は明日も開かれています。区役所に立ち寄った際にご覧になってみてはいかがでしょうか。